ハッシーです。イエイ。おはようございます。朝から元気ですよ。最高の朝です。はい。今日ですね、まずお知らせから話そうと思います。本日、千葉県の鎌ケ谷で、近藤浩二郎さんを招いて先進のお話し会をやりますが、まだたくさん募集できます。ぜひ一人でも多くの人飛び入り参加お待ちしてます。それから来週ですね、7月24日に長崎、26日山口、27日が広島は呉、28日岡山と、また西日本の方に行くわけですが、どこの会場もまだまだお席がございますので、ぜひ遊びに来てください。特に長崎はとてもアットホームなんです。幹事さんのご自宅を開放していただいて、そこでお話し会をやります。今20人ぐらい集まってるんですけれども、とてもこうなんていうかな、ファミリー的って言ったらいいかな。とてもこう、雰囲気がとてもいい中で、お話し会をやります。で、実はこの長崎のお話し会の翌日が、なんと、私、初めて行くんですけれども、長崎アンデルセンのマスターの超常現象を初めて見に行きます。楽しみです。イエーイ。はい。じゃあ、今日の話をしたいことを一つ短めに伝えようと思います。それはですね、なんといっても昨日、石井和俊さんの、お話し会を昨日、文京区の方でやったんですけれど、改めて約4時間、しっかりお話いろいろ聞いてきました。で、とても内容が深すぎる。うん。ほとんどの YouTube の人がここまでいろんなことを話せないだろうっていう内容のことを昨日はたくさん語ってくれたんですが、この YouTube で、このね、話ができないんです、内容が。一歩間違えると、バンされちゃう、うん、内容があまりにも多いんです。要は、D と S が絶対に、表に出したくないという、霊的な、うん、まあ、宇宙的って言ったらいいのかな、うん、高次元の、宇宙人たちが持っていたものを、要は D と S が隠してたんですね。いろんなものを隠していた話を、いろいろ暴露してくれたんです、昨日。だけど、結局、石屋からしてみると、ね、D と S からしてみると、この石井さんの、情報というのは、非常に、表に出て欲しくない内容なんです。だから、話が、どうしても YouTube では語れる場合には、それ相応の、まあ、なんていうかな、情報ダウンって言ったらいいのかな。うん。当たり障りのない話としてしか、こう、語れない。ですからもう、お話の途中で、録画撮ってないよね。録画撮ってないよね。録音してないよねって、もう4回も5回もね、釘を刺されて、じゃあ話すねっていう内容ばっかりだったんです。うん、なので、やっぱり、石井さんの話は、来てもらわないと伝わらない。うん。それも、一回聞いただけじゃね、無理です、無理。あまりにも内容がぶっ飛びすぎてて、いくら私たちが日本語で話を聞いたところで、もう頭の中がフリーズを起こします。うん、え?はぁ?ってなっちゃって、みんな口がね、ポカーンとしたんです、ポカーンと。うん、だから、
これはね、何度も何度も聞かないとダメなんだなっていうことを昨日改めて感じました。改めて。で、その上でです。石井さんの情報量は、ぜひ生で聞いてもらいたいということが、もう今一番伝えたいことが一つ。それから、次に、それを踏まえた上で、じゃあ今この瞬間どう生きたらいいのか。今この瞬間、どういう感情でいればいいのか、どうやって御霊を磨けばいいのかっていう話になっていくんですけど、そこで初めて、先進をしなきゃいけないよ、御霊を磨かなきゃいけないよ、内観をしようね、ね、菩薩下座の行をしようよ、こういう話になっていきます。で、これは別に修行でも何でもないんですが、今の若い子、うちの息子や娘見てても思いますけれども、今の若い子に、この、先進という言葉、ね、御霊磨きなさいとかっていう、この言葉すらが、今の子供には全く必要ありません。なぜってもうみんなわかってるから。別にお話をしなくても、魂のレベルでもう今の子供たちは全部わかってる。なぜって子供たちの方が魂のレベル、ね、魂の質、まあ、こういったことでいいのかな、波動がもう上だからです。逆に今理解できてないのが、とにかく40歳から上50歳から上が逆に、重症です。ね、もうとにかく、過去の常識があまりにも、インプリンティングね、要は擦り込みってやつです。もう散々もう擦り込まれたことがどうしても頭から離れないので、いくら、石井さんが宇宙的にこういうことがあるよ、ああいうことがあるよ、ね、宇宙テクノロジーはこうだよ、ああだよって話したところで、すぐにいつもの自分に戻っていってしまうんです。これは仕方ないことなんですが、どうしても思考っていうのはそういう癖があるんです。このね、考え癖、思考の癖っていうのがあるんです。で、この癖を解放しない限りは、なかなか話を魂のレベルにこう、腑に落としていくことができない。こういったことが起きます。まあ、昨日のお話し会を、見て、そして皆さんの反応を見て、特に感じました。だから昨日来てくださった方々には、何回も来てくださいと。何回も石井さんの話は聞くようにしてくださいということを伝えさせていただきました。ですから、今回のこの YouTube を見てくださっている方も、まあ、いろんなところの地域にお住まいでね、いろいろこうハンディキャップあるかと思いますけれども、できれば、生のお話し会に来てもらいたいなというのが、これが今一番伝えたい、僕からのメッセージです。ただ、お話し会の、回数は増やしましたけれど、やはり、まあね、皆様のご要望、ご意向になかなか添えないというところはあるんですけれども、でも、もうやれる限りのことは、やり尽くす予定です。で、石井さんも、週3日間人工透析という、まあ、ハンディキャップがある中で、でも体が動く限り、とにかく呼ばれたところはどこでも行きますと言ってくださいましたので、とにかく日程をどんどん埋めていこうかなというふうに思ってます。とにかく僕は、コーディネーターと言ったらいいのかな、マネージャーと言ったらいいのかな、だけど僕が伝えたいのは、とにかく僕は先進です。僕は先進だから、石井さんと二二三脚で、この、真実ね、D と S に隠されてきたことをすべて情報開示をして、そしてその上で今どう生きるかで、魂の波動を上げる生き方、これを皆様にお伝えしていきますので、どうかお話し会どこでもいいです。参加してください。ありがとうございました。